ねえねえ、ピザって10回言って。じゃあここは？ブー、引っかかった。ここはボンノクボでしょ。ということで今日も心理テスト。目の前にすっごく悩んでる人がいるよ。一体何で悩んでると思う？次の2つから選んでね。 A 友人関係、 B 恋愛問題。さあどっち？答えは後でね。では回答編。これはトラブルを起こす人かどうかっていうテストなの。まず B を選んだあなたは、あなたは自制心が強く思いやりがあるので、めったに周囲に迷惑をかけない偉い人。周りとトラブルを起こす確率もゼロに近いから安心して。そして A を選んだあなたは、あんたは何でもかんでも人のせいにしちゃう嫌なタイプ。たまには悪いのは自分かもしれないっていう謙虚な気持ちで考えてないと、小さなことも大きいトラブルに発展しちゃうぞ。つうことで今までの自分を反省しつつ、さっさと寝ろ。どこ見てんの？あ、わかった、日鏡でしょ。日鏡ばっかり見てないでもう寝ましょう。じゃあまた明日、おやすみなさい。